はい、皆さんこんにちは。今回はですね、マヤ2018の頃に書いたスクリプトを改良してアップデートしたんで紹介していきたいと思います。これです、インターセクションソルバー。まあ、簡単に言うと、インターセクションまたはセルフインターセクションを探してソルブしてくれるというツールです。ただし、セルフインターセクションは見つけることはできてもソルブすることができません。マニュアルでやるしかないです。では早速てっぺんの方から見ていきましょう。こちらカメラニアクリップ、これは今見てるカメラのニアクリッププレーンをアジャストしてくれるというものです。このようにそうするとインターセクションが見えますよね。これでカメラをジオメトリの中に入れずとも簡単に問題の箇所を見ることができるということです。次、 Show Intersections on Selected、 これはまず調べたいジオメトリを選択して、それでボタンを押す。そうするとこのように線が見えますよね。これは PFX Tune というものを使っています。このスライダーで幅をアジャストできるようにしています。この PFX Tune のいいところは全部リアルタイムなんですね。なのでこのようにジオメトリを動かしてもその表示が常にアップデートされます。このようにもちろん離していくと消えます。これでインターセクションはソルブされたということになりますね。もちろんセルフコリジョンもディテクトできるようになります。このように赤く表示されますね。このまま表示し続けてもいいんですが、とりあえずオフにします。はい、では次、ここはまた別のツールになるんですけど、これはリジットバディというものを使ってまして、それが吐き出すエラーでどのジオメトリーがインターセクトしているのかというのを判断します。このように調べたいジオメトリーを選んでインスペクトセレクテル、何も変わりませんでしたね。全部インターセクトしてるからです。なので例えばこのように一つ離してやります。ではもう一回やってみます。このようにインターセクトしていないものは選ばれません。でもこれも消えてしまいましたね。なぜならこちらのジオメトリーを選ばなかったから判定に入らなかったということです。では選んでやってみましょう。はい、このようにちゃんと選択されます。でこのように選択を外してしまってもですね、前やったものならセレクトリザルツでまた選ぶことができます。はい、では実際にソルブしていきましょう。このようにソルブしたいジオメトリを選んでギャップディスタンスをセットして、それからソルブインターセクション、そうするとですね、今動いたの見えましたか。このように隙間ができています。アンドゥしてこのギャップディスタンスをアジャストすることによってソルブされるギャップの幅を調整することができます。これは別に2つのジオメトリじゃないといけないというわけではなくて、何個ものジオメトリを選択していっぺんにすることができます。多少時間かかりましたね。ジオメトリがデンスであればデンスであるほどやはり時間はかかるものになってしまいます。なのでその辺は一気にやりすぎず、このように少ない数でやることをお勧めします。このメソッドなんですけど、ブーリアンを使っています。なのでブーリアンが使えないインターセクションだったらうまく働きません。例えばこのようなインターセクションならブーリアンが働かないので、なるべく避けましょう。このようなインターセクションをソルブするツールはまた別に作っています。その紹介も近々したいと思うので待っていただけると幸いです。はい、では最後の2つのボタンです。リラックスプラッシュとリラックスフラッド、これは説明しなくてもわかると思うんですけど、まずこちらの先ほどよりデンスなメッシュをソルブしていきます。ちゃんとできますね。このようにあまりに無理しすぎるとたまにソルブしきれてないものが出てきます。こういう時はちゃんとインスペクトセレクテッドで選択されるのを確認してソルブインターセクション、そうするとソルブできるようになります。ではリラックスフラッドを見ていきましょう。メッシュがこのようにギザギザになっています。なのでこちらのリラックスフラッドで何回か押してるとだんだんスムーズになりますね。これだと全体をスムーズしてしまうので、もしそうしたくない場合はリラックスブラッシュをすると、そうするとブラッシュに変わります。このままリラックスになってるんでブラッシュしていくだけです。このようなものもですね、こうやって選択してインスペクトセレクテッド、そうするとですね、何がインターセクトしているのか調べることができます。なのでアイソレートしてみましょう。こんなにありますね。とりあえずこの2つだけをソルブしてみます。これを再びアイソレートして中を見ていきます。あ、このような感じでインターセクトしてますね。じゃあ試してみます。
ソルブインターセクション、ちゃんとソルブされますね。でもう一度チェックしてみましょう。インスペクトセレクテッド、これでインターセクションがないということになるので OK です。このツールを使用することによって、このような複雑な形のインターセクションも簡単にソルブすることができます。まあこれ用のツールはまた別にあるので、それはまた今度紹介したいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら評価、チャンネル登録の方をどうぞよろしくお願いいたします。ではまた。